バックプロパゲーション、バックプロパゲーション、または、誤差逆電波法は、機械学習において、ニューラルネットワークを学習させる際に用いられる、アルゴリズムである。1986年にバックアーズプロパゲーションオブ、エアーズ、広報への誤差電波の略からデビッド・ラメル・ハート、ラによって命名された。隠れ層のない2層のニューラルネットワークでの、 出力誤差からの確率的勾配効果法は1960年に B ・ウィドローと ME ・ホフ・ジュニアだが、ウィドロー・ホフ法、デルタルールという名称で発表した。隠れ層のある3層以上のものは1967年にあまり俊一が発表した。その後、何度も適用され、1969年に アーサー・ E ・ブライソンとが多段動的システム最適化手法として提案した。ニューラルネットワークにおける応用を示唆した文献として、1974年のが、ある。1986年のデビッド・ラメルハート、ジェフリー・ヒントン、らの適用により定着し、特に1986年の発表以降、ニューラルネットワーク研究が注目を浴び、再活性化することになった。 バックプロパゲーションでは人工ニューロンで使われる活性化関数が過微分でなければならない。誤差を最小化して任意関数を禁じすることができる。そのアルゴリズムは次の通りである。このアルゴリズムの名が暗示するようにエラーは出力濃度から後方の濃度へと伝播する。技術的に言えばバックプロパゲーションはネットワーク上の変更可能な重みについて 誤差の傾斜を計算するものである。この傾斜は、ほとんどの場合、誤差を最小にする単純なアルゴリズムである確率的、最急効果法で使われる。バックプロパゲーションという用語はより一般的な意味でも、使われ、傾斜を求める手順と、確率的最急効果法も含めた全体を示す。バックプロパゲーションは、通常素早く収束して、対象ネットワークの誤差の局所下を探し出す。 バックプロパゲーションを行う場合、ネットワークは少なくとも3層以上でなければならない。入力層、中間層、出力層。また、多層ネットワークの中間層が意味のある関数を表すには、非線形の活性化関数でなければならない。線形な活性化関数の多層ネットワークは、単層ネットワークと等価である。非線形の活性化関数としては、ロジスティック関数。 ソフトマックス関数、ガウス関数などが一般的であったが、中間層の活性化関数としては現在はマックスが最善であるとされている。バックプロパゲーションのアルゴリズムは何度か再発見されており、逆積算モードにおける自動微分という汎用技法の特殊ケースと見ることもできる。また、ガウスニュートンポートも密接に関連する。学習にはオンライン、 蓄字的学習とバッチ学習という二つの方法がある。オンライン、蓄字的学習では個々のプロパゲーションの直後に重み付けの更新を行う。バッチ学習ではすべての訓練データ一括でまとめて重み付けの更新を行う。オンライン学習で数個まとめるのをミニバッチという。バッチ学習ではメモリ容量をより多く必要とするが、オンライン学習では更新処理が多くなる。 バックプロパゲーションを使用するにあたり、気をつけるべきテクニックがあり、不適切に利用すると正しい値に収束しなかったり、収束が遅くなったりする。特に4層以上の深層ニューラルネットワークでおかしなことになりやすい。標準的なテクニックを、ヤヌラ・ラキュンラが1998年にまとめていて、2010年にザビエル・グロレットラがお衣装、発展させている。以下に要約する。 詳細は、それぞれの論文を参照。2010年にザビエル・グロレットらは、良い S 字の活性化関数としてこの二つを挙げている。すべて F、イコール0、F イコール1、地域は1から1。翌年の2011年、ザビエル・グロレットらは、隠れ層の活性化関数として、MAX を使った方がタネッチよりも改善するということを発表した。ヤヌラキュンや、 ジェフリー・ヒントンだが雑誌ネイチャーに書いた論文では2015年5月現在これが最善であるとしているニューラルネットワークの世界では現在はリールーと呼ばれるが一般的にはこの関数はランプ関数と呼ばれまたこの活性化関数は昔から使われており1980年代頃はアナログ域素子と呼ばれていた線形補完、一時スプライン補完の手法 学習率の調整方法として2011年にジョーンズチラがアダブラッドを発表し2012年にムスプロップが発表された。ヤヌラキュンラは1998年にパラメータごとに学習率を変えた方が良いと述べている。これらもパラメータごとに学習率を変えている。これらの手法のコンセプトは勾配がのめらかなところで学習率を高めることにある。 アダグラッドは以下の方法で学習率フォーミュラ12をパラメータごとに設定していく。方法としてはパラメータごとに誤差関数の勾配の事情類積和を計算し、学習率はその平方根で割れる。フォーミュラ13は R が0に近い時に学習率が無限大に行かないようにするために入れるもので、例えばフォーミュラ14等の小さな数値を入れる。 フォーミュラ15は全パラメータ共通の学習率の初期値。トンはエポック数。ムスプロップは以下の方法で学習率フォーミュラ12をパラメータごとに設定していく。アダグラットとの違いは誤差関数の勾配の事情を扱う際に累積和ではなく指数移動平均を使うことにある。追加になったハイパーパラメータはフォーミュラ18で0.9等を使う。 アダグラッドでは、学習率は常に減少していくが、指数移動平均を使ったことにより、増減するようになった。行列の掛け算は、グップグップが得意としており、高速に計算できる。Python では、ティーノなどのライブラリー、および、それを間接的に使用している、機械学習のライブラリーなどがある。CPU のメニーコアや振動を有効活用する。 簡単な方法は行列演算ライブラリを使用する方法である。行列演算ライブラリとしては、例えばインテルの CPU 向けでは、インテルマスカーネルライブラリなどがある。バックプロパゲーションは完了までに非常に時間のかかる反復処理である。マルチコアのコンピュータでマルチスレッド技法を使えば、終電までにかかる時間を大幅に短縮することができる。 バッチ学習を行う場合、マルチスレッドでバックプロパゲーションのアルゴリズムを実行するのが比較的簡単である。訓練データをそれぞれのスレッドごとに同程度の大きさに分割して割り当てる。それぞれのスレッドで順方向と逆方向のプロパゲーションを行う。重みと式位置のデルタをスレッドごとに合計していく。反復の周回ごとに 全スレッドを一時停止させて、重みと式位置のデルタを合計し、ニューラルネットワークに適用する。これを反復ごとに繰り返す。このようなバックプロパゲーションのマルチスレッド技法がインコグニューラルネットワークフレームワークで使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。